兄は。どんな人だったんですか？お母さんへ。私は今ネパールに来ています。急なことでごめんね。お母さんはもしかしたら信じないかもしれないけど、この前ネパールのルクラという場所から絵はがきが届きました。エベレストの風景が写ったものでした。もしかしたらお兄ちゃんは生きていて、この絵はがきを送ってくれたのかもしれません。私はルクラに向かいます。必ず家に帰ります。夏樹。遠くへと続いていくんだよ。どこまでも。